こんにちは、ゆうかです。今回は青大将ちゃんのメンテナンスの動画になります。青大将ちゃんのね、動画をもっと、出してほしいと言ってくださる方がね、たくさんいらっしゃいましたので、ちょっとメンテナンスの動画も出していこうかなと思って、ちょっとまたメンテナンスの動画を、出してみました。またこれは良かったとか、こういう動画が見たいとか、そういったリクエストがあれば、またコメントでお願いします。あとこういう話聞きたいとかっていうのもあれば、リクエストもらえればなと思います。まあ青大将ちゃんの止まってるなんかね静止画みたいな動画でもいいと、言ってくれる方も結構いるんで、そういう時にね、まあ、自分がこう何か話せればいいかなというふうに考えてたりもするので、まあちょっとなんかラジオみたいな感じで青大将ちゃんの映像とともに、なんか喋れたらなと思ってるので、まあ、そういったリクエストがあれば、またコメントで教えてもらえればと思います。はい、一応こんな感じで、まあその床材もね、ちょっとまだ汚れてないところも一応消毒して、戻すという感じでやってます。はい、あの大将ちゃんハンドリングしてもめちゃめちゃおとなしいですね。こういう感じでスッと、体全体をこう持ち上げるような感じで持ち上げると青大将の場合は落ち着きやすいです。はい、まあ、ヘビによってね、そのどうやったらハンドリングが落ち着きやすいとかっていうのを、まあ、違ったりすると僕は思ってるんで、ヘビごとに変えてるんですけど、はい、青大将ちゃんの場合はこんな感じですくい上げるように持ってあげると、かなり落ち着きやすいです。はい、今日は特におとなしいですね。はい、今水をね、水入れをちょっと洗ってまた新しい水を入れてるとこなんですけど、こんな感じでもうずっとおとなしいんですよね。ほんとね、なんかわざわざこう別の入れ物に入れてとか、そういったことをねしなくても、この子はおとなしいので、本当にねメンテナンスが楽なんですよね。まあ、全部ねこういう感じでね、他のヘビもできたらいいなと思うんですけど、はい、まあでもそれぞれのねヘビそれぞれの、いい個性があるので、まあ、この子は、こういうところがいいところで、まあ、他のヘビにもいいところはありますよね。はい、でじゃあ水入れが綺麗になったのでちょっと入れていきます。まあ、こんな感じで、さっきちょっと青大将側から入れようとしちゃったんですけど、あんまりびっくりさせないように、青大将ちゃんがいないところから水入れを、入れるようにしています。はい、こんな感じでメンテナンスは完了です。いやー、おとなしいですね今日の青大将ちゃんは。ちょっと、ハンドリングしてみましょう。はい、めちゃめちゃおとなしいですね今日は。はい、ということで、またですね青大将ちゃんの動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録高評価してまた見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。